第35回2023年社会福祉士国家試験対策超合理的合格法を始めます。皆さんこんにちは。レック東京リーガルマインド専任講師の三宅美希です。よろしくお願いいたします。まずはじめに簡単に自己紹介をさせていただきます。社会福祉士養成に関する講義実績は、スライドでお示しの内容に加えて、皆さんが養成過程でお世話になる、実習指導者の養成講師なども行っております。しかし私自身は実践者としての活動を非常に大切に考えており、プロフィールの記載からもお分かりいただけるように、クライアントとの相談援助業務を活動の中心に位置づけています。したがって本講座を受講している皆さんと近い将来同じ社会福祉士仲間として活動できることをとても楽しみにしています。本講座の、タイトルからもお分かりいただけますように、本講座は、国家試験、社会福祉士国家試験を、目指す皆さんが、超合理的に合格する方法、言い換えれば試験対策に特化した、超合理的な勉強方法をお伝えする内容になっています。これから続く、科目学習の講義に先駆けて、本講座を受講いただくことで限られた勉強時間を有効に活用し、効率の良い学習を行うことで、皆さんが目指す合格が実現しますように、心より祈念しております。それでは、早速講義の方に入っていきたいと思います。テキストはですね、こちらのテキスト、テキストというかリーフのような形ですけれども、こちらを使ってまいります。第1章、社会福祉士試験の分析。まずは敵を知るということでございます。社会福祉試験は、どの程度難しい、どのような、試験なのかということを、テキストの方にまとめております。合格率はですね、おおむね、30% 前後という、合格率になっておりまして決して簡単な試験とは、言えません。従いましてその分価値のある資格ということも言えるかなというふうに思います。で、合格点はといえば150問出題され、過去4回の試験で最高得点が105点、最低点が88点というふうになっています。逆算しますと45問は間違えてもいいということになります。ここにですね、勉強の内容、ポイントを絞る必要がある、つまり合格テクニックがあるということが言えるのではないかなというふうに思います。まとめるとこういうことです。出題形式を見ていきましょう。テキスト2ページを開いてください。社会福祉士の、国家試験ではこちらに示しております通り、スタイルとしてはですね、最も適切なものを1つ選ぶ、もしくは、適切なものを2つ選ぶというように、1つかもしくは2つを選択肢の中から、5つの選択肢の中から選ぶという問題になっています。で、質問の仕方がですね、最も適切なものだったり、適切なものだったり、または正しいものというような、質問の仕方が、オーソドックスなスタイルになっています。この問題文の指定の違いというのは非常に重要ですので、過去問学習の時は必ず意識をするようにしてください。
で、選ぶものが、2つということが混じっていますので、ここをですね、間違えないように注意をするということも、1つポイントになります。まとめるとこういうことです。それでは続いて、よいしょ。出題科目と出題数について見ていきたいと思います。こちらのテキスト3ページですが、一覧表でまとめておきました。2024年度、つまり2025年の2月に実施される国家試験では、新たな教育内容に基づく試験問題が出題されることがもうすでに決まってはおりますけれども、それまでは今テキストでお示しをしております通り、全19科目150問で試験が構成されています。注目してほしいのはこちらの出題数ということになります。出題数にばらつきがありますので、できるだけ出題数の多い科目をですね、得意科目もしくは得点科目にする必要があります。こちらで言うと相談援助の理論と方法ですね、これがなんと、21問、出題されるということになりますので、この辺もしっかり頭の中に入れといていただくことが重要になるかなというふうに思います。まとめるとこういうことになります。超合理的勉強法を、説明していきます。テキスト4ページになります。出題数の多い科目から順に、勉強をしていくということが、まずは、テクニックになります。先ほどもちょっとお伝えをしましたね。こちらが、テクニックになります。そういう意味で言うと、相談援助の理論と方法から始めていくということになりますけれども、実はこの相談援助の理論と方法というのは、相談援助の基盤と専門職と、一体型になっている科目でございますので、これを一体として勉強することで、合わせて28問をカバーする勉強ができてくるということになります。それからですね、ご自分の得意な科目ですね、もしくは特段得意な科目がないということであれば、得点しやすい科目から勉強していくということもポイントになります。と言いますのは、試験科目は実はですね、得意不得意関係なく、得点しやすい科目と得点しにくい科目というものが出ているわけなんですね。で、ちょっと例示なんかも入れておきましたので、このあたり、よく分析をしていただいて、どうしてこれが得点しやすいのかというようなことをご理解いただけるといいかなというふうに思います。テキスト5ページになります。続いてはですね、理解しやすい科目。先ほど得点しやすい科目と得点しにくい科目があるというふうにお伝えをいたしましたけれども、実は試験科目19科目あるんですが、理解が非常に簡単な科目と、とても理解が難しいという科目に分かれているのが一つの特徴になっています。テキストでは、低所得者支援に対する低所得者に対する支援と、生活保護法を例に挙げて、なぜこの科目が、理解しやすいのかということを解説しています。で、解説の例示としては、ページの6ページになりますけれども、こちらでいう、
基本原理と基本原則に関する、設問を例示として挙げています。この基本原理と基本原則に関する、問題というのは理解がしやすいプラス毎年必ず繰り返し出題されている、単元になりますので、こういったところを集中的に勉強していくということが非常に重要になります。かなりこういう効果的にですね、得点アップにつながりますので、このあたりは勉強していくときに十分に理解をしておいていただけるといいかなというふうに思います。続きまして、テキスト7ページをご覧ください。テキスト7ページの方には、各科目ごとに必要となる、合格を実現するための得点の一覧表というのを、用意してきました。まあ、一覧表というか何点実際に取ればいいのかということをまとめておいたわけなんですけれども、ここで、例示として、挙げておりますのがこちらの部分になりますね。具体的に相談援助とか、それから、現代社会とか、このあたりで、得点を目標とすべき得点を、まあ、決めてくださいということで、例示を挙げさせていただいています。だいたいこれらの科目では 80% 以上の得点を、まあ、目指してくださいということで書かせていただいていますけれども、この科目にとらわれる必要は当然ありませんで、これは一つの例示ですので、ご自分の得意科目不得意科目で自由に決めていただいてもいいかなというふうには思いますが、目標の点数というのをあらかじめ決めておくというのも、コツになります。でもう一つ、社会福祉士国家試験では1科目でも0点科目がある場合、これは総合得点で合格点を超えていても合格することはできませんので、0点科目を作らないということも、一つ大切な、ポイントになります。でこの対策として、皆さん方にぜひお伝えをしておきたいのが、各科目でですね、毎年必ず出題される問題というのがあります。先ほど例示でお示しをしました、低所得者支援の、原理原則の問題なんかもそれには該当するわけなんですけれども、このようにですね、毎年必ず出題される問題というものがあります。でそれぞれの科目で、この毎年必ず出題される問題の、テーマを見つけて、そのテーマに関する出題では必ず得点ができるように、理解を深めていくというのが、非常に重要なポイントになります。テキスト8ページでございます。これらのことを総合的に考慮して、まずは、力を入れて勉強する科目、それからを決める、力を入れて勉強する科目を自分で決めていく。でそれから、合格に必要な目標点を自分で決める。これは科目別ですね。科目別に合格に必要な得点、目標点というものをご自分で決めていく。で自分でなかなか決められない人は、テキストで例示を示していますので、まずはその例に従って、やってみるということも一案かなというふうには思います。で、ここをですね、集中的に勉強をしていくというのが、ポイントになります。先ほどの得点ですけれども、テキストの9ページのところにですね、これ一覧表でまとめてみましたので、このあたりにこう番号を振っていくっていうのもいいかなというふうに思います。科目の順番は好きに決めていただいていいと思うんですが、先ほども言いました通り、相談援助に関する、ところはですね、かなりポイントが高くなりますので、まずここですね、ここから勉強しましょうということですね。ここから勉強していって、で目標点はこういう感じで決めたらどうでしょうかと
というところです。ここは一番としてずらしてほしくはないんですけれども、ここから以下ですね、ここは自由に決めていただいてもよろしいかなというふうに思ったりします。今のところまとめるとこんな感じになります。ポイントまとめてありますので、じっくり読んでいただけるといいかな。相談援助の理論と方法は21問、更生保護は4問、なんと5倍の差があります。もうこれは、相談援助の理論と方法から勉強しない理由はないですよね。で、先ほども言いましたけど、相談援助の理論と方法は、相談援助の基盤と専門職と一体型になっている科目ですので、2つの科目を一緒に勉強することで28問の出題に対応できるということになります。理解しやすい科目から力を入れるということでございます。先ほどもご紹介をしましたけれども、得意不得意もあると思いますので、テキストの9ページですね、9ページのところをまずはじっくりと見ていただいて、自分が勉強する科目の順番ですね、そのあたりを番号を振っていただいて、目標点を決めて、この目標点を目指して、過去問学習をしていくというような勉強の方法をまず確立するということが大切になってくるかなというふうに思います。具体的な勉強法についてご説明をしていきます。テキスト10ページを開いてください。先ほどもお伝えをしましたが、まずは勉強する科目の順序を決めていただくということでございます。先ほどご説明した通りですね。で、得点しやすい科目から順に勉強するということで、ご説明をさせていただいた通りの内容になっています。はい、これ繰り返し出てきてますね。繰り返し出てきているということはすごく大事なポイントだということなんですね。で、これが分かっていただいた上で、皆さん方におすすめする勉強方法というのが、はい、こちらで示している2段階勉強法ということです。2段階勉強法というのは具体的にどんな勉強法なのかということで、テキストで詳しく見ていきたいと思います。テキスト10ページです。2段階勉強法、まずは一通りテキストを読みます。で、この時は、理解を十分にする必要性はないです。全体的な内容を、漠然とでいいので、ほわっとした形で、理解すると、あ、こういうことを勉強する科目なんだねっていうことですね。それをまずは押さえていただく、これが、第一段階の勉強法ということになります。で、これをですね、実は19科目全部やっていって、どのあたりがその科目において重要なポイントなのかなとか、何がキーワードなのかなとか、そういうことをたった一人でやっていくっていうのは、これはすごい膨大な作業なんですね。非常に大変なんです。ですので、そうした場合は、レックのですね、講義科目ごとの視聴講義が用意されていますので、ぜひこれを活用していただくことをお勧めします。そうすると、各講師陣がレックのテキストの中からここが大事だよっていうところを線引いたりポイントをまとめてくれたりしてますので、全部読み込む必要はなくなるということなんですね。で、テキストを一通り読み込みましたら、ここから重要なんですけれども、過去問を読んでいく、過去問学習をしていく。で、過去問にトライしてみて、で、過去問で間違えてもいいんです、この時は。で、なんで間違えたのかな、こういう解き方をしたらどうなるのかなというようなことをですね、もう一回テキストをこう見直しながら、学びを深めていく、
これが、2段階勉強法と言われるものです。過去問学習についてはすごく大切なポイントなので、じっくりちょっと説明をしていきたいなというふうに思います。よいしょ、はい。過去問に出された問題、なぜ過去問に出された問題が、同じ問題出ないのにね、どうして過去問学習ってそんなに大事なんだろうっていうふうに、思われるかもしれませんけれども、なぜ大事かと言いますと、似たような問題が繰り返し出るからなんですね。でまたは、過去問を知っていれば、新しい問題が出た時に容易に答えが出せるということもあります。で、例示としてテキスト11ページのところに、過去問の2回にわたる31回と、33回の、過去問の比較をしています。でここ後でテキスト読んどいてくださいね。こういうふうに問題出されるから、だからすごく、過去問学習をすることって大事なんだなっていうところが、分かっていただけるんじゃないかなというふうに思います。よいしょ、まとめるとこんな感じです。過去に出題された問題は全く同じ問題は出題されないんだけれども、似た問題が出題される。なぜなら同じレベルで知識を持っている人を合格させなければいけないからということですね。似たような問題が出てきます。ですので、そこのテーマをしっかりと、見極めるということが、非常に大切になってまいります。具体的勉強法について、見ていきましょう。これはですね、レックのテキストを効率よく、活用していただくための、ポイントを、解説しているものになります。ですので、前提としてレックのテキストを使っていただくということが前提になって書かれています。で、レックのテキストというのは、あらかじめですね、過去問の出された箇所を点線で点点点点って言って囲ってあるんですね。なので、皆さん方は、テキストを読むときに点線枠で囲まれた箇所とその周辺を、力を入れて読んでいただくということになります。ちょっと、画像がちっちゃいんですけれども、テキストの13ページのところにこういった感じで見本が出ています。実際のテキストはもっとちゃんと大きく読みやすいものになっておりますけれども、こういう感じですね。こういうふうに点点点点点って言ってここ大事だよっていうふうにこう囲ってくれてるんですね。でまたちょっと文項目とは外れるけどここも押さえたい方がいいよっていうようなことをプラスアルファっていうところでまとめ書きをしてくれています。でさらに、レックの講座をですね視聴していただきますと、この中から重要なキーワードを講師陣がポイントを的確に、お示しをして、こんな感じで覚えていくといいよとか、ここ大事だからしっかり理解をしといてねなんていうことを、解説をしてくれますので、より理解が深まるんじゃないかなというふうに思います。まとめるとこんな感じですね。合格へぐっと近づくというふうに、書いてあります。よいしょ。それでは、続きまして、問題の選択について、解説をしていきます。問題の選択っていうのはどういうことかと言いますと、過去問学習をやっていく中で、
間違える問題が出てくると思うんですね。どんどん進めていくと、こう正解する問題と間違えてしまう問題というのが出てきます。で、当然間違えた問題はテキストを、見直してみて知識をつけていくということが必要になるんですけれども、すべての問題についてそれをやる必要は全くないんですね。150問すべてを、ことごとくこう分かるようになるという必要は全くないんです。で、なぜかというと、もう似たような問題が繰り返し出るとは言いましたけれども、その年によってはですね、150問全部が似たようなテーマで構成されているわけではなくて、次元的な問題であったり、単発的に難問奇問と言われるような問題というのが必ずこう試験問題の中には入ってるんですね。で、そういうように、もうこのテーマでは絶対出ないだろうというような、問題については、学習をする必要はもうないということになります。時間が短縮できますのでね。で、ここを見ていただきたいんですけれども、まず、過去に出題された問題を解くと、とにかく解くと。で、レックのテキストで、該当する箇所を探して、知識を深めていくと。で、もしレックのテキストの中に記載が全くないものがあったとしたら、もうそれについては、すべての問題をやる必要ないから、もう問題としては、やらない。で、レックのテキストにあって、なおかつ間違えた問題、そういう問題を、線を引いて周辺知識を覚えると。で、また過去問をやっていくと。これをこうずっと繰り返すということが、合格への近道ということになります。最後、基本基礎が大事の具体的意味ということで、ご説明をしたいと思います。試験に合格するためには、基本基礎が非常に大切です。基本基礎とは試験によく出される問題ということです。したがって基本的な問題というのは、何度も繰り返し勉強することが重要です。単に正解できるだけでなく、他の受験生よりも早い時間で解くことができるように、トレーニングを積むことが、重要になってきます。ここすごい大事なところなので、意識しっかりしていただければなというふうに思います。いかがだったでしょうか。簡単にですけれども、駆け足で、合格を実現させるための勉強のコツについて、この講義ではご説明をさせていただきました。ぜひですね、通勤通学の、電車の中、少し空いた時間などなどで、またこの、超合理的勉強法を、休憩がてらといってはなんですけれども、見直していただいて、効率の良い勉強、有効に時間が活用できる勉強方法を身につけていただいて、ぜひぜひ、合理的に合格を勝ち取ることを、目指していただければなというふうに思います。そのためにも、レックの、科目講座、科目のテキストですね、十分に活用していただいて、皆さんの合格が実現しますように、心から、祈念しております。ご清聴ありがとうございました。